なかったわ人生で。穴に向かって今2位は放り込んだ。2位を放り込んだ。ホールトークじゃないですからね。先週から言ってますけども。オードリーのホールナイト日本になっちゃうかもしれないっていう歴史変えちゃった。歴史は変わんないよ、そんなんで、日本の歴史は。ただ2。92ぐらいかな。で、ちょっと前世紀よりも、ちょっと体重が増えちゃったっていうのがあるんで、まあまあ。ちょっと待って、前世紀はいつなんですか。いやいや、カズさんのルックスの前世紀っていつなんですか。いや、おくりさんじゃないけど、高校、まあ大学かけて。の時代。え、高3第1ぐらい。そうだね、やっぱ高校の時なんかは、まあ、これ何度も言ってますけどね、多分ね、その、まあ、通学の途中、通学の電車の中で、他校の、まあ生徒、女子校の生徒の方から、3回声かけたことがあるわけ、ね。いや、それ、2回だけどね。3回だけど。いや、2回だけどね。いやいや、3回。いや、2回だけど。1年次、2年次、3年次に1回ずつ3回。いや、俺さ、それさ、いつもお前に言うけど、2回なんだよ。で、お前が、なんか記憶を美化して3になってて。違うね。で、結構地上波でも3になってるけど、2なんだよ。いや、違う、3。いや、2。あの、一つは、その電車の中っていうよりも1年次の話ですよ。うん、電車の中じゃなくて、電車出て改札出たところで、声をかけられてんの。うん、同じ駅を使うね。他校の女子の生徒から、で、それは、あのね、声をかけられたにとどまった。名前聞かれただけで、その後は何もなかったんですよ。で、まあ1じゃないですか。で、2年次、3年次はもう、そのがっつりその通学の電車の中で。いや、お前マジじゃねえかよ、お前。それマジになるよ。そんなマジで俺に説明する？ニーカさんを。さ、マジになるわ、これ。お前、そういうところなんかちょっと、結構プライド高いよな、いや、それはやっぱ過去の数字だから。うん。まあまあ、3でいいですわ。3になりますから。で、その時は、今92なんでしょ？今92。ちなみにすいません、92の有名人の男性で誰なんですか？誰やろう？92と言ったら、まあ、佐藤隆太君とか。結婚してるからね、マイナスたち。え？結婚してるからマイナス8？そう、結婚してるからマイナス8。女性から見てってこと？そういうことになるわな。じゃあ、佐藤さんは100なわけ基本。基本100。で、8引いて92？うん。じゃあ、92の人言ってって。で、92だよ、だから。で、92。で、じゃあ、100なんでしょ？で、結婚、じゃあ、結婚とか抜きに92、お前と同じレベルのルックスの有名人言って。誰だろう、誰やろう。ね。ちょっと止まれん。なんじゃこら。誰やろうって何それ。誰やろうですよ。まあいいや、誰かはいいや、中さん。検問も突破だぞ。今ほら、佐藤、はいはいはい、たける。ああ、たける。佐藤たけるくんはいくつなの？たけるくんはね、89。お前より下かい。お前より下かいって言っちゃったわ。若いから。これはその、ギャグとか関係なく、もう若いから。ギャグじゃねえのかよ、お前。ギャグでの89じゃない。お前のが上かいって言わすための89じゃないから、これは。え、お前の方が上なの？上でしょ。え、じゃあお前92で、大学1年の時はいくつだったの？だー、100だよね。あ、そう。だから、ちょっと、お太りになられたっていうのと、なんで自分を謙譲して。ええ、彼はお太りになられたっていうのと、まあ、あと、その、じゃねえよ、お前、その前に。そんだけルックスいいなら。お太りになられたっていうのと、その、おでこのシワが深くなったっていう。ので、マイナス8。残念！非常に残念です、これは。それがなかったらもう100点でございましたね。肉体もやっぱりね、その、胸板も熱いですし、抱かれたいと思うでしょうからね、女性なんかは。まあ、その、なんか、遊びいらなかったんだけど。92、春日さんが。遊びいいんじゃないしてくれ、遊び。92。え？ 92。で、前ちゃんはいくつなの？前野原くんはね、そうでゴンスなぁ。止まれ、お前。そうでゴンスなぁ。いいのか、ゴンスは。ゴンスはいいですよ。前ちゃんいくつなの？前ちゃんはね、まあでも71とかでしょな。71ぐらい。71。うん。くりちゃんは？おくりさんはね、38ぐらいですかね。あ、くりちゃん38なんだ。でも、その、上がっては来ていますよ。はぁはぁはぁ。やっぱりその、シェイプアップされてきてますし、で、共に海行って日焼けもしてますから。日焼けで点数上がるんだ。それはなんか、簡単な話だな。俺は、くりちゃん38で、俺は何点？この男？この男はね、そうですね、68。リアクションしに。お前、クリより下の点数出せや！いやいや、嘘つけないもん。クリより下の点数出して、本編行きましょうじゃん、今週も。いやもう嫌だ、そういうの。なんなん、お前。そういうの嫌なの。
嫌なのね。うん、低い、それね、低いのかいってなるの、それわかるよ。それは嫌なのね。嫌なの、それは。決してお笑いの教科書知らないわけじゃないのね。嫌なの、本当の点数を。本当は長く言ってほしいんだよ、俺はお前に。今から今から。うちの学費払えや。行く機会よ、お前。だったら。こんなんなんか、行くいつかの漫才のネタにあったの行く機会よって突っ込むやつあったの下りね。結構エコー劇場でやったわ。まあまあいいんですよ。春日さん、自分結構点数高いですね。いや、そりゃそうですよ。うん、でも俺は、本当本当になかったね。他校の女子校の生徒に手紙もらったりとか。まあそうでしょ。他校の女子校、お前でも他校の女子校の生徒に手紙もらっといてよく芸人なんかになったね。人生楽しかったでしょ。まあそうだね。まあでもやっぱりお笑いっていうのは好きだったし。昔から。そうだね。ああ、それが一番今日の話で意外でしたけどね。お前の90何点より。いや、嘘でしょ。うん、一番意外でしたけども。どこそれ。まあ今週もね、春日さんの。体重が増えちゃったっていうのがあるんで、まあまあ。ちょっと待って、全盛期はいつなんですか。いやいや、春日さん。春日さんのルックスの全盛期っていつなんですか。いや、おくりさんじゃないけど、うん、高校、まあ大学かけて。の時代。え高3第1ぐらいそうだね。やっぱ高校の時なんかは、うん、まあ、これ何度も言ってますけどね、多分ね。うん、その、まあ、通学の途中、うんうん、通学の電車の中で、うんうん、他校の、うん、まあ、生徒、うん、女子校の生徒の方から、3回声かけたことがある、ね。いや、そう、2回だけどね。3回だけど。いや、2回だけどね。いやいや、3回、3回。いや、2回だけど。1年時、2年時、3年時に1回ずつ3回。いや、俺さ、それさ、いつもお前に言うけど、うん、2回なんだよ。で、お前が、なんか記憶を美化して3になってて。違うね。で、結構地上波でも3になってるけど、うん、2なんだよ。いや、違う、3。いや、2。あの、一つは、うん、その電車の中っていうよりも一年時の話ですよ、うん。電車の中じゃなくて、電車出て改札出たところで、声をかけられてんの。うん、同じ駅を使うね。他、うん、校の女子の生徒から、うんうん。で、それは、あのね、声をかけられたにとどまった。名前聞かれただけで、その後は何もなかったんですよ。うん、で、まあ一じゃないですか。うん、で、二年時、三年時はもう、その、がっつりその通学の電車の中で。いや、お前マジじゃねえかよ、お前。それマジになるよ。そんなマジで俺に説明する ?2 か3を。マジになるわ、これ。お前、そういうところはちょっと、結構プライド高いよな、いや、それはやっぱ過去の数字だから。うん。まあまあ、3でいいですわ。3になりますから。で、その時は、今92なんでしょ今92。ちなみにすいません、92の有名人の男性で誰なんですか誰って誰やろう ?1 年の時はいくつだったの100だよね。うん、あ、そう。だから、ちょっと、うん、お太りになられたっていうのと。なんで自分を献上してええ。彼はお太りになられたっていうのと。うんうん、まあ、あと、その。じゃねえよ、お前、その前に。そんだけルックスいいなら。お太りになられたっていうのと、うん、その、おでこのシワが深くなったっていう、うん。ので、マイナス8。残念非常に残念です、これは。ええ、それがなかったらもう100点でございましたね。肉体もやっぱりね、その、胸板も熱いですし、うんうん、抱かれたいと思うでしょうからね、女性なんかは。うんうん、うん、うん。まあ、その、なんか、遊びいらなかったんだけど。92、春日さんが。遊びいらしてくれ、遊び。92。え92。で、前ちゃんはいくつなの前野原くんはね、うん、そうでゴンスなぁ。止まれ、お前。そうでゴンスなぁ、うん。いいのか、ゴンスは。ゴンスはいいですよ。前ちゃんいくつなの前ちゃんはね、うん、まあ、でも71とかでしょうな。うん、71ぐらい。71。うん。くりちゃんはおくりさんはね、うん、38ぐらいですかね。あ、くりちゃん38なんだ。でも、うん、その、上がっては来ていますよ。はあ、はあはあ、うん、やっぱりその、シェイプアップされてきてますし、うん、で、共に海行って日焼けもしてますから。あ、日焼けで点数上がるんだ。それはなんか、簡単な話だな。俺は、くりちゃん38で、俺は何点？この男、うん、江戸原くんはね、うん、そうでゴンスなぁ。止まれ、お前。そうでゴンスは、うん、いいのかゴンスは。ゴンスはいいですよ。前ちゃんいくつなの？前ちゃんはね、うん、まあでも71とかでしょうな。あ、71ぐらい。71。うん。クリちゃんは？おくりさんはね、うん、38ぐらいですかね。あ、クリちゃん38なんだ。でも、うん、その、上がっては来ていますよ。はあ、はあはあ、うん、やっぱりその、シェイプアップされてきてますし、うん、で、共に海行って日焼けもしてますから。あ、日焼けで点数上がるんだ。それはなんか、簡単な話だな。俺は、クリちゃん38で、俺は何点？この男？うん。この男はね、そうですね、68。リアクションしに。お前、クリより下の点数出せや！いやいや、嘘つけないもん。クリより下の点数出して、本編行きましょうじゃん、今週も。いやもう嫌だ、そういうの。なんなん、お前。そういうの嫌だの。
嫌なのね。うん、低い、それね、低いのかいってなるの、それわかるよ。それは嫌なのね。嫌なの、それは。決してお笑いの教科書知らないわけじゃないのね。嫌なの、本当の点数を。本当は長く言ってほしいんだよ、俺はお前に。今から今から。うちの学費払えや。行く機会よ、お前。だったら。こんなんなんか、行くいつかの漫才のネタにあったの行く機会よって突っ込むやつあったの下りね。結構エコー劇場でやったの、うん、まあまあいいんですよ。どうい春日さん、自分結構点数